皆さん、こんにちは。卓球女子で五輪メダリストの福原愛さんが15日、都内の日本外国人特派員協会で会見し、4歳の長男の親権をめぐって元をで、台湾の卓球選手だったジャン・ホンジ氏との和解が成立したことを発表した。紺のジャケット姿で登壇した福原さんは、冒頭、この度は私のことで皆様にご心配、ご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳なく思っております。江さんと和解いたしましたので、この場をお借りして皆様にご報告させていただきます。これからは江さんと協力して、子供を育てていきたいと思っております。皆様にはどうか温かく、見守っていただければ幸いです、と説明した。この挨拶後に会見場を後にした。福原さんは16年リオデジャネイロ五輪後にエ氏と結婚、17年に長女、19年に長男を出産したが、21年7月に離婚を発表した。長男をめぐっては、昨年7月にエ氏が日本で会見し、22年7月に福原さんに一時的に引き渡した。長男と連絡がつかなくなっている問題で、東京家裁から福原さん側に引き渡しを命じる保全命令が出たことを公表。それでも応じない場合は未成年者誘拐罪で刑事告訴することを示唆した。福原さん側は声明を出し、保全命令についてあくまで一審の裁判であり最終的に判断はされていないと反論。絵師が会見したことについて、子供に対する家庭内暴力の一種、子供を守る配慮が欠けていると批判していた。会見には絵師側の大渕愛子弁護士、台湾の許せなみ弁護士、福原さん側の押久保雅人弁護士、酒井直弁護士が出席した。大渕弁護士によると、絵師は前回の会見後、強制執行の申し立てを行ったが、調査で福原さんと長男が中国に渡っており、強制執行はできず、福原さん側は審判に対して抗告を行ったが、昨年12月に却下された。その後、福原さん側は最高裁判所に特別抗告、絵師は刑事告訴し受理されたという。問題が長期化する中で、刑事事件の代理人から、大渕弁護士側に和解の打診があり、協議を重ね、長男を公私に引き渡す内容を中心とする和解が成立したという。大渕弁護士は絵師に監護権があるとした上で、今後、双方協力して育てていくという内容になっていると語った。卓球女子で2012年のロンドンオリンピック、2016年のリオでジャネイロオリンピックと、2大会連続でメダルを獲得した福原愛さんが会見し、長男の養育をめぐって対立していた元夫と和解したことを発表した。長男については、福原さんは2022年7月、夏休みに子供たちに会うために台湾入りし、長男を日本へと連れて行ったまま、引き渡しに応じなかったという。日本の裁判所は、長男を直ちに A さんに引き渡すよう、福原さん側に命じたが、応じていないと主張していた。A さんの代理人によると、福原さんと A さんとの間で合意が結ばれ、長男はすでに元夫に引き渡されたという、また今後は協力して子供を育てていくことで合意したという、共同親権はそのままで、監護権は A さん側にあるという、また元夫である。台湾の元卓球選手ジャン・ホンジェさんも、代理人を通じてコメントを発表した。コメントは以下の通り、心からの感謝をお伝えしたいと思います。日本の訴訟において日本の裁判所が公正で合理的な判断を下してくださったことに感謝します。またここで記者会見を開いた後、皆様からたくさんの応援の声をいただき私にとって本当に大きな励みになりました。最後の日本の裁判所及び国民の皆様に再度感謝を申し上げたいです。本当にありがとうございました。4歳長男の親権をめぐって対立していた。卓球女子で五輪に大会メダリストの福原愛さんと代理人弁護士、元夫のジャン・ホンジェさんの代理人弁護士が15日、都内の日本外国特派員協会で会見を開いた。福原さんは午後2時1分に会場に入り、報道陣の福原さんの呼びかけに応じ、カメラに目を向けた。その後、4名の弁護士が登壇し、着席、冒頭で、皆様こんにちは福原愛です。本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。この度は、私のことで皆様にご心配やご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っています。絵さんと和解いたしましたので、ご報告をさせていただきます、と話し、会場から退出した。この日の福原さんは髪をまとめて、ジャケットを着用した姿で登場した、泣き虫愛ちゃんと言われていた幼少期からの変貌ぶりにネットでは、福原愛ちゃん、なんか顔雰囲気
変わったな、福原愛さん随分痩せたのね、は。これが福原愛？あれ？福原愛さん、お顔が変わったような、福原愛、目が変わったね、めちゃ美人になってる、透明感すごい、色気ムンムンといった声が上がっていた。元のジャンホンジェさんから長男の引き渡しを求められていた卓球女子の五輪2大会連続メダリスト福原愛さんが15日東京丸の内の日本外国特派員協会で行われた記者会見に登場した。福原さん本人は冒頭のみ同席し、江さんと和解したことを発表。代理人が福原さんの今後について言及した。少し痩せて見える福原さんは冒頭に登場。この度は皆さんにご心配やご迷惑をおかけして申し訳ありません。この度江さんと和解いたしましたのでご報告させていただきます。これからは江さんと協力して子供を育てていきたいと思います。皆さんには温かく見守っていただけると幸いです、と簡単なスピーチを行い、会見が始まってわずか5分で退席した。福原さんと江さんは2016年リオでジャネイロ五輪後の9月1日に結婚。福原さんは17年10月に長女、19年4月に長男を出産したが、21年7月に離婚を発表。二人の子供については、離婚後も双方が親権を持つ、共同親権とし、江さんと子供たちは台湾で暮らしていた。その状況下、22年7月23日には福原さんが、夏休みを利用して台湾へ、空港で面会した長男を日本に連れて帰り、江さん側は、1週間後に、福原さんが、連絡を絶った。面会交流期間は夏休みが終わるまでとなっていたなどと主張。23年7月27日、福原さんに対して東京家裁から長男の引き渡しを命じる保全命令の判決が出たことを公表。江さん側は長男の引き渡しに応じなければ福原さんを未成年者誘拐罪で告訴する選択肢も検討すると主張していた。今回、和解に至った経緯については、江さん側の大渕愛子弁護士と福原さん側の坂井直弁護士が説明した。江さん側は、東京家裁での命令後も、福原さんが長男を引き渡さないことで、刑事告訴に踏み切った。これを受け、福原さんは新たに坂井弁護士らに相談。坂井弁護士は、その前の民事事件については、私たちは知らないこと、と前置きした上で、福原さん側にも思いはあると思いますが、代理人と氏は、お子さんを戻さないといけない。決定が出た後に従わなかったのは、福原さんの行動は不適切であった、と言わざるを得ません、と指摘した。そして、私たちは率直に、そのような態度を改めなければダメだ、と伝えました。福原もそれで理解し、納得しました。素直に応じてくれました、と説明。記者から、悪いことと分かってしていたのか、と質問されると、坂井弁護士は、お子さんに対して思いが強い方なので、私はそのように感じています、と返した。台湾では原則的な共同親権と日本での単独親権は問題解決の障害になったかとの質問については、大渕弁護士が台湾での判断、日本での判断は相違なく、影響はほとんどなかったと判断しています、と説明した。一方で、大渕弁護士は、東京家裁の決定後、福原さんが長男を連れて中国に渡っていたため、強制執行を実施することができなかった、とし、刑事告訴に至った説明した。その後、坂井弁護士らの説得があって和解が成立。昨年中に日本で長男の引き渡しがあり、現在は台湾でさんと子供たち二人で生活しているという。今後について、大渕弁護士は、和解の詳しいことは話せない、としつつ、協力して子育てをするということで、福原さんがお子さんたちと会うことは、台湾でも日本でも十分にあると思います、と説明。坂井弁護士は、福原さんが、今後のことは、ゆっくり考えたいと話していました、と明かした。二人の子供については、離婚後も双方が親権を持つ、共同親権とし、江さんと子供たちは台湾で暮らしていた。その状況下、22年7月23日には、福原さんが夏休みを利用して台湾へ、空港で面会した長男を日本に連れて帰り、江さん側は、一週間後に、福原さんが、連絡を絶った。面会交流期間は夏休みが終わるまで、となっていたなどと主張していた。そして、23年7月27日に同協会で行った会見で、福原さんに対し、東京家裁から、長男の引き渡しを命じる、保全命令の判決が出たことを公表。7月20日に日本の裁判所の審判結果を受け取りました。福原愛さんに対し、
息子を私に引き渡すように命じる内容です。早く息子に会いたいということを申し上げたいですとなどと語り、エさん側は長男の引き渡しに応じなければ福原さんを未成年者誘拐罪で告訴する選択肢も検討すると主張していた。一方で福原さんの代理人弁護士当時は、国内の司法手続きは確定していないとし、引き渡しは子供の状態、医師などの利益を考慮して慎重に行わなければならない、突然、記者会見が行われたことに驚いており、子供に悲しい思いをさせるものだ、などとするコメントを出していた。今回、和解に至った経緯については、江さん側の大渕愛子弁護士と、福原さん側の酒井直弁護士が説明した。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。